ついにやってまいりました。今までね、10キロ以上の魚介ってみんな魚だったじゃん。魚魚魚魚、これはえぐい。10キロのイカをさばいていきたいと思います。イカやば、重、でか、よいしょ。そんなわけで、ダイオウイカではないです。赤イカというイカで、非常に大きくなるイカみたいならしいですね。なんかよくスーパーで出てるイカとかはこのイカらしいです。規格外のでかさなんだけども、ここのところを切って、ここをブリって取り出す。うわ、でかい。うん、おぉ、いった。うわえい、あ、やべ、規模がちぎれた。最悪。こんな感じっすね。これが胴体。意外と難しいぞ。開きます。この中がでかすぎて、ちょっと中に全部取れないんで、こっから開いて、出します。すごっ。やばいな、これ。でかさがもう、やばい。ほら、うわ、え、やば、やば。もうイカの骨が規格外、ほら。骨がやばい。だって俺の腕よりも大きいよ。このピンク色なんだろう。じゃあちょっと胃袋を開封します。いや、これくらいのサイズのイカって何食ってんだろうね。パイレーツ・オブ・カリビアンとかでもほら、クラーケンとかね。治安。割とシャレにならないの食ってるぞ、これ。嘘。タコ食ってね。こいつイカなんだけど、見た感じ、タコ食ってる。このクラスのイカってなるとやっぱり、なかなかえげつないもん食ってんだね。2本の長い足。これはまずは気をつかないと、お話になりませんな。あとも普通のイカと同じように、ここを切る。でけえ。もうでかすぎて規格外だな。本当に。よいしょ。あとはもういつも通り、いつも通りって言ったらあれだけど、ここのね、巨大な目玉、これを切り落とす。てか、でかっ。うわ、目ん玉汁やば。ちょっと目ん玉汁に考慮して。うわー、目玉汁の大洪水ですよ、これ。で、あとはゲソだね。やば。くちばしのサイズを見てみましょう。うわ、これはやばい。こんなもんに噛まれたらもうひとたまりもねえわ。普通のイカとは比べ物にならないぐらい、かなり立派なくちばしですね。こっちの方の続きね。分厚い、これ。やばいだろ。まず耳のところを切り取ります。イカ。でか。いやー、あー、ずれたー。耳がでかい。耳もでかい。エンペラーだけでこのサイズはかなりでかい。ほう。か、これどうやって履けばいいのか。なんか借りきる。皮むけな。皮むけ。ちょっと半分に一回切ろう。よし。一回ちょっと半分に切らさせていただきます。
おお、綺麗に抜けた気がする。よいしょ。やっぱりこの半分に切る作戦は正解だったね。皮を剥いて3等分に分けました。そしたら大体これくらいの大きさの、これくらいの厚さ、何人前っていうレベルである。今回はそうですね、イカのイカ天を作っていきたいと思います。ちょっと一つやりたいことがあって、イカの天ぷらを作るんで、イカの形にイカを切ります。イカの水分をキッチンペーパーに取ります。こんな形のイカ天見たことないから天ぷら粉がね、出来上がったんで、この中にね、イカを突っ込みます。楽しいんだな、イカ天。おお、かわいいイカできました。イカ型のイカ天いや、なんかちょっと可愛らしいよね。これね、まずいわけがないんですよ。あ、でも濃厚で美味しいわ。イカ天にしてなんとなくわかるのは、学校の給食とかで使われてるイカ天って、もしかしてこのイカじゃねえみたいな。めっちゃ余ってるんで、次何作ろうかな。最後まで見てくれてありがとうございます。イカでかっ、やばーって思ったら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。インスタの更新もしてるので、ぜひフォローしてね。